ハッピコム、ハッピコム、ハッピーコムは、イオングループが展開する、ナショナルドラッグチェーン及び同チェーン内で扱う、一般用医薬品を中心とした、プライベートブランド名である。イオングループの GMS、総合スーパー事業を展開する企業と、全国各地のドラッグストア企業とで構成する、松本清を中心とする、松本清グループに対抗する形で結成され、 有名メーカー等と共同開発した一般用医薬品を中心としたプライベートブランド製品も販売している。医薬品以外の食品、お酒コーナーがある店舗のアルコール類のプライベートブランド商品はオングループの店と同じトップバリュー商品を取り扱いしている。関連する法人に医薬品の商品開発を行うヨンウエル氏や株式会社と薬剤師の育成を目的とする。 有限責任中間法人イオンウェルシアストアーズ人材総合研修機構があった。イオンウェルシア株式会社は2009年2月21日付でイオン商品調達株式会社に吸収合併された。あと2015年6月1日付でイオン商品調達株式会社の全機能をイオンリテール株式会社へ移管統合された。有限責任中間法人イオンウェルシアストアーズ 人材総合研修機構は、口実の通り、一般社団法人イオン、ハッピコム人材総合研修機構に、名称変更している。従来はイオンウェルシアストアーズ、インウェルシアストアーズとして展開していたが、地域のお客様の健やかな暮らしの一翼を担う、トータルヘルスケアステーションを目指すべく、2009年6月1日の、薬事法改正日に、グループ名とプライベートブランド名を、 ハッピコムに名称変更した。これは、ハッピー、幸せと、コミュニティ、地域を組み合わせた造語で、幸せ、ヘルス、ファーマシー、コミュニティ、コミュニケーションの意味を込めている。同日に有限責任中間法人イオンウェルシア、ストアーズ人材総合研修機構は、一般社団法人イオンハッピー無人材、総合研修機構に解消された。同機構は、 中間法人法の廃止と一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴い有限責任中間法人から一般社団法人に移行したウエルシアはウエルシア薬局が展開する店舗ブランド名として継続され同社が管轄すると山県にドラッグ藤井が展開していた同名店舗から屋号を変更したウエルシア藤井が存在する 2015年9月には、清水薬品が既存の野号から、ウエルシアダックスに解消している。登録販売者制度の創設により、第一類医薬品を除く、一般用医薬品を扱うマックスバリューが増え、この店舗も、ハッピコム商品を販売している。イオングループのコンビニエンスストアである、ミニストップと協力し、ウエルシア関東、タキアの一部店舗内に、 ミニストップサテライトを構えたドラッグコンビニ業態も開始している。2010年8月に CFS コーポレーション滝谷ミニストップの三社合弁でドラッグコンビニ業態を賄うレコッツを立ち上げ、10月に CFS コーポレーションのハックドラッグ、磯子広町店時屋のウエルシアイカワダ店をそれぞれコンビニ併設型ドラッグストアのブランド名である。 レコッツに転換した。レコッツは2014年で終了となり、事業会社であったレコッツは、同年9月ミニストップへ、吸収合併され、店舗は閉店あるいは、ハックドラッグ、タキヤに再転換され、タキヤは、後に、ウェルシアエアを変更された。プライベートブランド、ハッピコムは購入しやすい価格だけでなく、対象年齢や用法、容量、 財形の写真が分かりやすく記載されているのが特徴である。ハッピコム発足当初は左上にある従来のウェルシャロゴをハッピコムロゴに差し替える程度だったが2013年に入り順次仕様変更を行いパッケージ正面上部はホワイトとオレンジを基調した共通デザインとなり製品によってはロゴの隣にハッピコムを併記するようになり箱パ,パッケージ上面 ドリンク剤は、正面上部の共通デザインに、みんなの声で、良くなるね。の文言が入るようになった。子供用の風邪関連製品の一部には、うさぎのキャラクターである、ふむふむも描かれている。ハピコムは、2015年3月1日現在、ドラッグストア6社、調剤薬局1社の加盟企業7社及び、その子会社からなる。 調剤薬局を手掛けるクラフトは2008年2月に、運母によってクラフトフィナンシャホールディングスの完全公会社となった。イオンは同社に引き続き出資しているものの、ハッピコムのメンバー企業やイオンのグループ企業に列挙されなくなった。厚生企業の展開地域は以下の通りで、地域によっては複数の厚生企業が出展している場合がある。福岡県、沖縄県、沖縄県は、 フランチャイズ方式で、金州商事がツルハドラッグを運営しているを、女旧州地区では、厚生企業が運営するドラッグストア、調査薬局が一店舗もなく、イオン九州、イオン琉球及びマックスバリュー九州の3社が展開する直営の医薬品取扱店舗のみの展開となる。なお、ウェルシアグループとしては、宮崎県にも化粧品専門店を展開しているが、 医薬品を販売していないためパピコムメンバーではない。企業名と店舗ブランドが異なる場合は店舗ブランド名を付記する。GMS 店舗では H&BC ヘルスビューティーケア売り場にて展開している。一部の店舗は直営の医薬品売り場を持たず、ハッピコム内外企業のドラッグストアが入居しているケースもある。大英でも以前からハッピコム製品を扱っているが、 正式にメンバー企業として扱われたのは2014年2月末からである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。